ホセアルベルト・プホルス・アルカンタラは、ドミニカ共和国サント・ドミンゴ出身のプロ野球選手。MLB のロサンゼルス・ドジャース所属。愛称は、ザマシーン。MLB における、最高の打者の一人で、2001年のデビュー以降、2010年まで、打率。300点30本塁打、100打点を10年連続で達成した。 アメリカ合衆国外出身選手最多本塁打、ーー記録保持者。1980年1月16日に、ドミニカ共和国の首都サントドミンゴで誕生。一人っ子だったが、彼が、兄弟、と呼ぶ10人のおじ、おばに囲まれ、主に祖母に育てられた。父のビエンベニード・プホルスは、ソフトボールのピッチャーだったが、アルコール依存症でもあり、試合後に、 父親が酔っ払ってしまうと、よく家に連れて帰らなければならなかった。5歳の時にはバットを握り、幼少期から野球に親しんでいたが、ボールは、ライム、グローブは、牛乳パックであった。16歳の時、アメリカ合衆国ミズーリ州カンザスシティに、家族で移住。当初は、英語が話せず孤独を感じていた。しかし野球では、伝説的な力を見せ、 フォート王政治高校時代には、オールステートアスリートに2回選ばれた。また、相手監督が、年齢差症を訴えるということもあり、3年生時には88、打席で55回敬遠された。1998年に高校を卒業し、メトロポリタンコミュニティ大学に、小学生として進学した。大学生活の初戦で、満塁ホームランを放った。 一年政治は遊撃手で活躍して打率46122本塁打を記録しドラフトを受けることにした。1999年6月2日の MLB ドラフトでは年齢やポジション、体格などが懸念されセントルイスカージナルスからの13順目まで指名されなかった。入団交渉でカージナルスが提示した。 契約金の額1万ドルを不服としたプホルスは、その後の全米野球大会の下季リーグに参加して、活躍し、定時額を6万ドルまで引き上げさせた。こうして8月17日に入団契約を交わして、プロ入りした。先列、デビューカージナルス時代プロ1年目の2000年は、マイナーリーグ A 級ピオリアで開幕を迎え、トリプル A 級メンフィスに昇格。 三クラス合計で打率。314.19本塁打、96打点という成績を残し、球団のマイナー最優秀選手として表彰された。2001年のスプリングトレーニングでプホルスを見た、マーク・マグワイアが才能を見出し、監督のトニー・ラルーサに、彼を、ロースター入りさせた方がいいと信言。GM のウォルト・ジョケッティは、 この年もプホルスをトリプル A 級メンフィスに置いて経験を積ませる方針だったがその後のオープン戦でも好成績を残したため開幕メジャー入りさせることにした開幕戦に6番左翼手で出場しメジャーデビューを果たすその後3類のレギュラーと目されていたボビー・ボニーヤが故障したため3類に入りさらに右翼1類と 様々なポジションにつきながらも、一試合に欠場したのみで、打率。三百二十九三十七本塁打、百三十打点という新人離れした成績を上げた。シーズン終了後にはナリーグ新人王を満票で、受賞し、MVP 投票でも四位に入った。三塁手部門で、シルバースラッガー賞も受賞しているが、三塁手として、先発出場したのは、 約50試合で一塁種、左翼種、右翼種としても、それぞれ約35試合ずつ先発出場している。2002年は主に左翼で出場し、打率314、34本塁打、127打点を記録し、MLB 史上初のデビュー年から2年連続で3割、30本塁打、100打点を達成。MVP 投票では、 バリー・ボンズに次ぐ2位となる。2003年には打率35。359、212ダーを記録し、自身初の打撃タイトルとなる、首位打者、最多アンダーを獲得した。95長打、51二塁打でもリーグ1位となった。他、本塁打は、自己最多の43本を放ち、1922年の、ロジャース・ホーンスビー以来となる球団史上2人目の、 40本塁打、200安打を達成した。MVP 投票ではまたもボンズに次ぐ2位だったが、この活躍を受けて球団は、翌2004年のシーズン開幕前に、7年1億ドルの契約を結んでいる。2004年から本格的に一塁手へ転向。打撃では、史上12人15回しか達成していないシーズン100、長打に、あと1本まで迫り、 46本塁打、123、打点を記録した。またチームメイトのスコット・ローレンとジム・エッドモンズもシーズン、30本塁打を達成し、メガボルト3と呼ばれる、球団史上屈指の強力打線を形成した。5年間で3度の MVP2005 年は、プホルスの後を打つ4番打者のローレンが故障で離脱し、ラリー・ウォーカーや、レジー・サンダースがその代わりを務めることに、 しかし二人とも峠を過ぎていて、プホルスが勝負を避けられるケースが増え、結果として、プホルスの支給は、自己最多の97を記録した。かかとを痛め一試合欠場しただけで、打撃三部門では打率。330、41本塁打、117打点を、記録。プホルスのデビュー年以来4年連続で MVP を、 受賞していたボンズがこの年は故障でシーズンを棒に振っていたこともあり、プホルスは本塁打王のアンドリュー・ジョーンズや首位打者のデレクリーを抑え、初の MVP を受賞した。2006年はシーズン開幕前の3月に開催された第1回ワールドベースボールクラシックのドミニカ共和国代表に選出された。シーズンは序盤から例を見ない勢いで本塁打。 打点を量産し、5月終了時点で打率。315、25本塁打、65打点という、成績を残す。これは、年間75本塁打、200打点のペースで、ボンズのシーズン本塁打、記録73を、プホルスが上回るのではとの声も上がった。ステロイド疑惑と無縁のプホルスの本塁打量産は、好意的に受け入れられていた。 その後、シーズン開幕前から抱えていた腰痛が悪化。6月4日に故障者リスト入りし22日まで休養したため、記録更新はお預けとなった。しかしこの年は打率。331、本塁打49、打点137という成績を残し、本塁打と打点は自己最多を記録した。また、カージナルスがワールドシリーズで優勝し、 自身初のワールドシリーズ優勝を経験した。本塁打を放つ、プホルス2007年は、シーズン序盤の打撃不振やシーズン終盤の、左ふくらはぎ痛が、たたり、打率。327、32本塁打、103打点と、いずれも自身の平均を下回る成績となった。2008年は一時戦列を離れたこともあったものの、リーグ2位となる打率。 357に加え、37本塁打、116打点を記録。カージナルスは、地区4位に終わったが、プホルスは、本塁打、打点の2冠王のライアン・ハワードを抑え、2005年以来2度目の MVP を受賞している。2009年は、シーズン開幕前に開催された第2回、WBC のドミニカ共和国代表は、右肘を手術したため辞退している。 しかし、レギュラーシーズンでは、序盤から本塁打を量産。6月を終了した時点で打率、332.30本塁打、77打点を記録し、6月終了時点で30本塁打は、MLB 史上10人目の快挙。しかし、6月30日の試合後の会見で、プホルスは、傲慢に聞こえるのを承知で言うけど、2006年の、 最初の2ヶ月の方がすごかった。30本塁打だ,だかなんだか知らないけど、あの当時みたいな、凄さはまだないんだと語っている。地元セントルイス開催となった、オールスターのファン投票では、ケングリフィー・ジュニアに次いで、歴代2位となる539万7374票を集めた。オールスター試合前、アメリカ合衆国大統領のバラク・オバマが、始球式を務め、 プホルスは、保守を務めた。試合では3打数無安打に終わった。後半はややペースが落ちたが、自身初となる本塁打王を獲得。本塁打以外にも得点、出塁率、超打率、塁打数、敬遠数と数多くの項目で、リーグトップに立った。デビュー以来続けている打率3割30本塁打。 100打点も9年連続まで伸ばし、ルー・ゲイリッグと並ぶ MLB 対記録となった。2年連続、通算 3, 3度目となる MVP も獲得。1位秒を全て集める満票での受賞で、これは2002年のバリー・ボンズ以来7年ぶり、歴代15人目の快挙だった。また、通算 3, 3度の受賞はボンズに次いで、歴代2位体となった。2010年は開幕戦で5打数4安打。 二本塁打、三打点という最高の滑り出しを見せると、2003年以来続けているオールスターメンバー選出も果たした。8月15日のシカゴカブス戦でシーズン3 5本塁打を放ち、メジャーデビューから10年連続でのシーズン30本塁打以上を達成。その11日後、8月26日のワシントンナショナルズ戦で放った。 シーズン34号本塁打は、ニューヨークヤンキースのアレックス・ロドリゲス、このシーズン途中にシアトル・マリナーズで引退した、ケン・グリフィー・ジュニアに次ぐ MLB 史上3番目の、スピードでの通算4 0 5号本塁打であった。さらには9月11日のアトランタ・ブレーブス戦で3、打点を記録したことにより、シーズン100打点以上も10年連続での達成となった。 最終的にシーズンを打率、312で終了し、10年連続での3割30本、100打点の記録達成となった。同時に42本、118打点で、本類打王と打点王の2冠を獲得、115得点、38敬遠は両リーグ1位を記録した。2011年ワールドシリーズ優勝パレードでの、 プホルス2011年2月16日、カージナルスは、プホルスに9年1億9500万ドルでの契約延長を持ちかけたが、プホルスが10年契約を希望したため、合意には至らなかった。春季キャンプが始まるまでに合意できなかった場合は、プレイに専念するためにフリーエージェントとなる今季、終了後まで交渉しないことを表明した。同年6月19日、 ロイヤルズ戦で二塁手からの送球を補給する際に、打者走者と交錯し、左前腕の頭骨を、亀裂骨折した。前半戦に不調に陥ったことや、故障の影響で出場試合数が減ったこともあり、シーズン成績は打率、299、37本、99打点と、自己最低に終わった。打率3割100打点を、あと一歩のところで逃し、 連続記録は途絶えた。レンジャーズとのワールドシリーズでは、第3戦に3打席連続本塁打を記録。1977年のレジー・ジャクソン以来、34年ぶりの、快挙だった。チームは優勝し、プホルスは2個目のチャンピオンリングを手にした。ワールドシリーズ後に、FA となり、残留を求めるカージュナルスに加えて、マイアミ・マーリンズ、シカゴ・カブスなど、 複数の球団が強い関心を示していると報じられた。12月6日にはカージナルス、マーリンズを含む3球団が総額2億ドル以上の契約を提示したことが明らかになった2011年12月7日にロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイムと10年総額2億5400万ドルの契約に合意した。これは2007年にアレックス・ロドリゲスが ニューヨークヤンキースと結んだ10年2億7500万ドルに、次ぐ MLB 史上2番目の大型契約となった。なお、カージナルスの提示は9年2億1000万ドルで、マーリンズは、ロドリゲスの史上最高額に並ぶ10年2億7500万ドルを、提示していた。金銭面でマーリンズを下回るエンゼルスを選んだ、決め手は、他の29球団すべてへのトレード拒否条項だったと。 される。また、引退後10年間、球団の顔として活動することも契約に含まれており、その他のボーナスも含めると20年2億6575万ドルとなっている。12月9日、ワールドシリーズでの対戦相手で、テキサス・レンジャーズから移籍してきた CJ ・ウィルソンと共にエンゼル・スタジアム・オブ・アナハイムで入団会見を行った。 2012年4月12日2012年は開幕から打撃不振で4月は本類打例に終わる5月6日にようやく遺跡第1号を放ったが5月14日まで打率2割に届かない状態が続いた特に支給率の低下が顕著で本当は35、6歳なのではないかという年齢差小疑惑が再燃 もはや MLB 最強の打者ではなくなったという厳しい声も上がり始めた。その後は復調し、最終的に12年連続となる30本塁打に到達し、2年ぶり11度目の100打点もクリアした。しかし、オプスは12年目で初めて9割を切り、本塁打数も30本塁打にとどまった。オフに、右膝の手術を受けた。 2013年は左足に不安を抱えたまま、開幕を迎え、前年同様の打撃不振に苦しむ。怪我をかばって、出場を続けていたが、7月28日に、左足裏筋膜部分断裂で DL 入りした。8月下旬にシーズン中の復帰を断念したことで、デビュー以来続いていた、シーズン30本塁打は12年で途切れた。 2014年4月22日、初回に通算499号となる3点本塁打を放つと、5回に2点本塁打を放ち、アメリカ野球伝導入りの目安とされる、通算500本塁打に到達した。AP 通信によると、今年だというのは分かっていた。だから、いつものように、チームの勝利に貢献できるように毎日準備していると、コメントした。 本類付近で同僚に出迎えられて、祝福を受けたことについては、結構感動したと振り返り、同僚たちには、試合に勝たないといけないとだけ言ったという。試合は7から2で勝利した。9月6日には、MLB 史上16人目の、2500本安打、500本類打、1500得点を達成。同月20日、史上8人目となる。 通算12回目のシーズン100打点を達成。この年は、戦線離脱せず159試合に出場し、28、本塁打、105打点を記録。また8月20日に、日米野球2014の MLB 選抜に選出されたが、10月20日に、家庭の事情で辞退した。2015年7月20日のボストンレッドソックスとのダブルヘッダーで、 計3本塁打を放ち、通算本塁打を549として、マイク・シュミットを抜き去り MLB 歴代15位に踊り出た。シーズン終盤には、打率や、本塁打が伸び悩んだが、最終戦で4 5本塁打を放ち、実に5年ぶりに40本塁打以上を放った、シーズンとなった。一方で3塁寄りの守備シフトを敷かれたこともあり、打率は、 自己最低の数値に終わり、オプスも3年連続で8割を切った。なお、通算100盗塁を達成した。オフに、右足つま先に入っているプレートを直す手術を受けた。2016年は152試合に出場し、打率、268、31本塁打、119打点を記録して2年連続で30本塁打をクリアした。また、 通算600二塁打を達成し、バリー・ボンズを抜いて、歴代15位に浮上。オフに、右足裏の手術を受けた。2017年8月20日、2017年は149試合に、出場、打率。241、23本塁打、101打点を、記録し、キャリア14度目のシーズン100打点は、アレックス・ロドリゲスと並び歴代1位体となった。 通算では、614本塁打、1918打点、619二塁打、5461塁打などを記録。通算1918打点は、マニー・ラミレスの1831打点を抜き、MLB 歴代ドミニカ、共和国出身選手最多打点となった。また、通算614本塁打は、 サミー捜査の609号を抜き、アメリカ合衆国外出身選手、最多本塁打記録を更新した。なおカルリプケンを抜き歴代1位となる362、閉殺だという記録も更新した。一方で、打撃内容についてはさらに衰えが見られ、打率。241、出塁率28。286はいずれも、自己最低の数値となった。 2018年5月4日に MLB18 年目2606試合目にして史上32人目の3000本安打を達成。6月10日には通算1952打点、7月25日には通算631本塁打などを記録したが、7月13日の翌日、左膝の炎症により10日間の DL に入り、 後半戦には8月10日にエンゼルスでの1000アンダ目を放ち、両リーグで1000アンダを達成した MLB 史上9人目の選手になった。しかし8月29日に左膝の内視鏡手術を受け、残りのシーズンを欠場した。最終成績は打率245.19本塁打64打点であった。守備面ではチームに 大谷翔平が移籍したことで守備につく機会が増え、一塁手として70試合に出場した。2019年5月9日のデトロイトタイガース戦で史上4人目となる通算2000打点に到達。2000打点 &3000 本アン &600 本塁打は史上3人目となった。6月21日からのカージナルス戦で2011年に エンゼルスへ移籍して、以来、初めて、ブッシュスタジアムでプレー22日には、本塁打を放ち、客席では、スタンディングオベーションが起こった。7月28日のボルチモアオリオールズ戦で、通算655本塁打を打ち、本塁打と二塁打で650本を達成した、史上初の選手になった。 8月14日のピッツバーグパイレーツ戦で外国人選手歴代単独1位となる通算3167安打に到達シーズンを通して一度も故障者リスト入りすることなく131試合に出場し打率24423本塁打91打点だった2020年は COVID-19 の影響で60試合の 短縮シーズンとなる中で、現役最年長選手としてプレーした。8月24日のサンフランシスコジャイアンツ戦で、通算2087打点に到達し、アレックス・ロドリゲスを抜き、MLB 歴代2位に上がった。9月18日のテキサス・レンジャーズ戦で、通算661号本塁打を放ち、ウィリー・メイズを超えて、歴代5位となった。出場39試合で、 打率、224、6本塁打だった。2021年4月1日のホワイトソックスとの、開幕戦に先発出場し、史上4人目となる21年連続開幕戦、先発出場を果たした。しかし開幕から不振が続いたところに、後に、同年のオールスターゲームにも出場する、ジャレッド・ウォルシュ一類手の台頭が重なり、エンゼルスは、 プホルスを40人枠から外すことを決断。5月6日に DFA13 日に FA となり10年契約の契約最終年だったがその途中でチームを去ることとなった。2021年5月17日にロサンゼルスドジャースと契約した。プロ入り以降着用していた背番号5はコーリー・シーガーが着用しているため新たな背番号55を着用する。 同日のアリゾナダイヤモンドバックス戦に4番一塁手で先発して遺跡後初出場を果たしマディソン・バンガーナーから決勝点となる敵時打を放ち勝利に貢献した。プホルスの釜足を大きく広げたスタンスで60%の体重を軸足に残しバットを上下に動かす独特のフォームが特徴であるがそのスイングは 理想の体現とも表現され、2006年5月22日付のスポーツイラストレーテッド氏では、エースイングオブビューティーと紹介された。スイングのスピードは速いが、そのスピードのせいで引っ張る、打撃中心となることを嫌っているため、右投手に対して32 1 2オンスのバットを使うのに対し、見極め時間が長くなる。 左投手に対しては33オンスと重めのバットを選んで故意にスイングスピードを下げている。そのため、反対方向への強い打球も目立つが、基本的にプルヒッターであるため、移籍した2012年以降は、広い本拠地球上のせいか逆方向への本塁打は、まだ打てていない。また、球界でシフトによる対策が広がり、膝の故障で走力を下げた。 エンゼルス遺跡以降は、守備陣を三塁側に固めるシフトを敷かれるケースが多くなっている。現在は主にマルチ社のロックメープルバットを使用している。選球眼が良いことや、バットコントロールに優れることから、支給数が多い一方で、三振数は少ない。2006年から4年連続で BBSO の値が両リーグ1位である。また、 2006年は49本塁打に対し、三振数が50であったが、40本塁打以上で、三振数が、本塁打数を下回った打者は、当時の直近50年間でも2004年のバリー・ボンズ、のみで、プホルスはこれに、あと一歩まで迫った。新時代の三冠王とも言われる打率、出塁率、超打率において、前世紀は、毎年安定して上位に食い込み、 最高打者の一人と言われていた。2010年シーズン終了時点では、通算の打率、331、出塁率、426、超打率、624はすべて現役打者の中で1位であった。一類守備につく、プホルスメジャー昇格当初は、左翼手や三類手、遊撃手、右翼手としても出場していたが、ティモ・マルティネスの遺跡に伴い、 2004年から一類種に固定された。スローイングの改善や投手との連携プレー習得に励んだ結果、守備力もリーグトップクラスと評価されるようになり、2006年2010年にはゴールドグラブ賞を獲得。2009年には一類種として185補殺を記録し、ビルバックナーが持っていたシーズン補殺記録を更新した。また MLB の専門家が集い、 ポジション別で最高のディフェンシブプレイヤーを決めるフィールディングバイブルアワードではこの賞が創設されて以来2006から2009年の4年連続で一類種部門を受賞し2011年にも受賞している第一歩の速さや機敏さフットワーク悪送球の取り方守備範囲の広さで高い評価を受けている一類種ではあるが肩でも評価は高く 巧みなフットワーク後の送球の正確さ、リリースの素早さがメジャーでも有数とされる。2007年の守備防御点27は、守備防御点が記録されるようになった2003年以降、2位を大きく引き離して一流一種としてのシーズン記録である。2006年、2008年の守備防御点もそれぞれ、歴代6位、7位につけている。2011年は、 基本的には一類種であったが、新加入のバークマンが一類に入る場合は三類で、スタメン出場することもあった。しかし、故障が増えた2012年以降は、指名打者での出場が増加し、守備につく機会が減少している。総塁面では、2005年に投塁を18回試み失敗を2回に、抑えるという格段の進歩を見せている。 しかしその後3年間では16盗類に対し失敗も11回とバッテリーの警戒が強くなると成功率が悪化する面が露呈したただし2009年は20回中16回を成功させているまた類間での走り特に膨らみなく走る点で高い評価を受けリードの取り方も上手い2015年からのスタッドキャストによる走類時の最高速度では 全ての年でワースト10に入り、MLB ワーストも珍しくない。また、総類の貢献度を表す BSR においては、平均以上の指標を残しているシーズンも多く、特に2003年は5.6、2005年は4.9の高水準を記録している。圧倒的な打撃に目が行きがちだが、前世紀は守備と総類を含めても穴のない選手で、あったと言える。 打撃面において、長年にわたり大きな活躍をしており、現役選手であるが、将来の野球伝導入りが、確実視されている数少ない選手の一人である。2013年1月5日には、CBS スポーツ電子版が、現役選手で伝導入りが確実な5人を特集し、デレクジーター、マリアノ・リベラ、イチロー、ジム・トーミの4人と共にプホルスの名前が挙げられた。 2009年シーズン終了後2000年代を代表する選手として各種メディアから表彰を受けているザスポーティングニュースから MLB アスリートオブザディケードに ESPN とスポーツイラストレーテッドからプレイヤーオブザディケードに選出された2012年にミゲルカブレラが MLB 史上45年ぶりの三冠王を獲得するまでは三冠王に 最も近い男と言われていた。敬虔なキリスト教徒として知られ、本人は社会的規範になることを目指している。チャリティー活動に熱心で、特にダウン障子とその家族の支援に力を注いでいる。というのも、2000年1月1日に結婚した、デイドル夫人の連れ子である娘のイザベラが、ダウン障子であるためである。2005年、プホルス一家は、 ダウン症児とその家族の生活を支援するための基金を設立した。それらの支援活動が高く評価され、2008年10月25日、ロベルト・クレメンテ賞がプホルスに送られることが、メジャーリーグ・ベースボール機構より発表された。デビュー当時から、年齢差小疑惑が報じられている。米国への移住時に問題なく、高校へ入れるようにするため実際より4年若く。 なるよう査証したというもの。本人は何歳かは自分が一番よく知っているよと否定している。また、デビュー当初からのハイレベルな成績や筋骨隆々の体格、さらに、トミニカ共和国出身の選手に薬物使用が多いことなどから、プホルスについてもしばしば薬物使用が噂になる。2009年になってアレックス・ロドリゲスや、 マニー・ラミレスといった強打者の薬物使用が発覚したこともあり、プホルスを疑う者も,も少なからず存在する。しかし、プホルス本人は、ステロイド使用の疑いに対して、不快感を露にしており、昨年は6回検査を受けた。それで不十分だというならば毎日だって検査を受ける。もし検査で陽性反応が出た場合、これまで稼いだ年俸のすべてを球団に返上する。 とまで発言して、ステロイドに対して、極めて厳格な姿勢をとっている。しかし、現在のところ使用した証拠は何ら存在せず、憶測で疑われているのみである。一般的にはクリーンな選手として評価されているため、将来の野球殿堂入りが確実視されている。2011年オフにエンゼルス入りして、以来、下半身の負傷に悩まされ続けている。 2012年シーズンに右膝の手術を受けたのを皮切りに、翌13年はシーズン途中で左足の測底腱膜炎の手術を受け後半戦を棒に振った。さらに15年オフに右足の手術、翌16年オフにも右足の測底腱膜の手術を受けており、毎年のように手術を受けざるを得なかった。 また手術を受けることで、オフの調整も順調に進まず万全の体調で、シーズンに臨めないこともあり、近年は、守備機会が減り指名打者での出場が多くなっている。2019年から肉を断って、シーフード中心の食生活に変更し、体の状態を改善している。一週間やってみたらすごく、いい感じで、エネルギーも出てきて、よく眠れるようになった、去年。 いい結果が出たんだ。炎症もなく、どれだけいい感覚を得られたか。ここ2年半で、何の手術もなく、完璧な健康体でいられたと感想を述べている。ラッパーのワーレイが、リック・ロスとファボラスをフィーチャーした、プホルスをテーマとする楽曲がある。タイトルは、そのまま、アルベルト・プーホールズ。ありがとうございます。